今日は久しぶりに上山高原にやってきました。早くも梅雨入りしてますので天気はあまり良くないです。でも雨は止んでいます。案内板が新しくなってますね。とってもカラフルで見やすい看板です。この場所にはゴールデンウィークにも来ようとしたんですが、土砂災害のためとそれから雪のために来ることができませんでした。ここには避難小屋があって、避難小屋の中にはトイレもありますので、とても安心な場所なんです。まあこんな具合で、多少の雨とかあったら防ぐことができると思います。昼ご飯を食べようと思います。乾杯。いただきます。ちょっと雨足が強くなったので急遽シート張ろうと思います。雨が吹き込まないようにします。シートを張ったら雨が止んでしまいましたね。まあちょっと今日はこういう降ったり止んだりの天気になるんでしょうね。私はもう一人でキャンプに行くときはあんまり手のかかる料理とかはしません。ほとんどスーパーで買ってきたこういったようなごちそうを食べて、あとはまあ自分の好きなことをして遊ぶ時間という具合に使っております。じゃあちょうど雨も止んできましたので、せっかく山に来ましたからカッパを着込んで、熊鈴を持ってちょっと散策に行ってみたいと思います。ここ上山高原は新温泉町の地元の人たちが管理しておられて、いつも綺麗に、なってますね。ここのところから上山高原のてっぺんに登ることができます。このベンチの下でマムシを見たことがあります。皆さんここを使われるときは気をつけてください。ホオジロっていうのは大抵、木の梢っていうかてっぺんの方でこう元気よくさえずるんですね。だから一番覚えやすい鳥ですね。私も山に来るようになってこの鳥の名前を一番最初に覚えたような気がします。上山高原のところからずっと下ってきて、ちょっと見晴らしのいい場所がここです。ここからは、まあ、岩見町の町と日本海が見えますね。
じゃあ今から、上山に登ってみようと思います。浅木まだらです。はい、上山三角点に到着しました。展望台ができています。ちょっと怖いですけど、登ってみたいと思います。うん、案外しっかりしてますよ。ですが残念ながら風景は見えませんね。降りてくる間にこれくらいわらびが取れました。まあ食べられそうな、まあちょっと美味しそうなわらびです。鍋を用意してこなかったので、やかんで湯を沸かしてですね、フライパンを鍋代わりに使ってみたいと思います。コンロが20年以上前のなので、ちょっと着火ができないので、着火マンを使ってます。取って2時間以内ぐらいですとですね、アク抜きしなくても食べられるのだというのを、ある人から教わりまして、包丁がないですね。包丁持ってきませんでした。予定になかったので。はい、できました。まあ結構な量がありますね。一人で食べるにはちょっと多すぎるぐらいですね。で、問題は何で味付けして食べるかなんですが、荷物の中を見ると塩コショウと、お昼に食べたお寿司の余りの醤油というのがありました。お寿司用の醤油でうまく味がつくかどうか分かりません。まあでも試してみるしかありません。塩コショウ、それから、醤油はこちらの方にちょっと出して、どっちがいいのか試してみます。はい、醤油です。お刺身用なのでちょっと微妙な感じがしますね。今度は塩コショウで食べてみます。まあ、こちらも悪くはないですね。まあなんとか食べられそうです。茹で具合は結構うまくいきましたよ。苦くはないです。うまくできてます。でもちょっとフライパンに肉の匂いが残ってたのがちょっと良くないですね。わらびも食べ終わってしまいました。まあ、夕食までまだもうしばらく時間がありますので、もうちょっと散策していきたいと思います。いつも行く勝負池まで行ってみようかなと思います。はい、ここが勝負池ですね。5月の上旬ぐらいの雪解けの頃に来るともっと水がたくさんあって、綺麗なんですけども、道路の横のガードレールのところマムシがトグロを巻いていたことがあります。この辺りもマムシのいるところですので、
気をつけましょう。この季節、山帽子があちこちよく咲いてますね。今一番いい時期だと思います。この鳥なんですが、オオルリでしょうかね。この季節山に行くといつも、木の梢で綺麗な声でよくさえずってますね。